こんにちは、サドチンです。久々に1000円ジャンキやっていきたいと思います。令和初めてですよ。もう令和チャレンジやっていきたいと思います。今回ですね、20連やれば当たるんじゃないかなって。最近テレビとかでもよくやってて、なんか中当たりとかあったんだよね。それも見てみたいということでやっていきたいと思います。やっていきましょう。一目で1000円、あなたの夢が叶うかも。 3DS、 Nintendo 3DS も微妙ですからね。ゲーム発売しないし、この16個のボタン、どこも売り切れがないです。左上から、手持ち置き型杖タイプ。はいはい、これね、1000円ぐらい言ってますね。猫耳が可愛いパステルカラーミニ扇風機が出ました。意外とね、裏路地なんだけど人が通りますね。2000円目、テレステステテン。これゲーセンによくあるやつ。確かね、アマゾンさんで、ね、700円だか800円で売ってるやつです。ゲット。はい、ということで3回目、初めていい感じの箱が出たよ。でもね、布系だと思う。テレステステテン。あー、最近ね、これ結構値下がりしてます。新大久保とかでは1200円ぐらいで売ってるんですけども、もう原宿でね、700円とか800円ぐらいで売ってるやつ。耳をね、ひょこひょこさせるやつ。当たりはなし。4回目、これね、テレビだと元は取れるのかっていう感じでやってたんで、あの売り値でポチッ。4回目、これ紙になるの。でかいでかい、いいんじゃないこの音。いい、音的には良き。3、2、1、ゴリラポットってやつだね。これ秋葉原とかで多分ね、2、300円で売ってると思う。ティッ。このさ、開けた瞬間分かるのやめてほしい。これはディズニーハンディファン。プーさんだよ。プーさんのハンディファンですね。6回目、ティッ。お、軽い。あなたも K。 あー、なるほどね。あ、 K ってね、錦織 K のやつか。これね、スマホにはめてこうカメラ起動させてサイン書いて、ちょっとね、あのテニスプレーヤーっぽくやるやつですね。7回目、どこをしても売り切れならず。え、はーい、これ結構重いっす。もみもみからの、おお、ブヨブヨスクイーズですね、これ。からのびっくりグッズ。ビリビリするやつだね。ビリビリグッズ。やばくないですか、この台。8000円目、テレビのように全然うまくいかないんだけど。やっぱりテレビは仕組まれてるのかなって思っちゃうんだよね。トイ・ストーリー、ディズニー系が多いのかな。あ、やばい。ちょっとね、これ中国産ですね。でも一応中国ライセンスのトイ・ストーリーのイヤホンでした。みんなどう思う？9000円目だよ。夢が叶え。今となっては PS4 とか Nintendo 3DSLL 結構下がってますよね。 PS4 プロお願いします。プイッ。先ほどのスクイーズとビリビリグッズでチケット。これね、入ってたんだ。なるほどね。え、この2個のね、スクラッチがありました。これもやったことあるんだよ。1番がウォッチで、4番がスマホ関連グッズ。両方微妙、微妙なやつ。しかもこれ当たりじゃないですからね。次、さあ、雨も降ってきた。コンディションブルー1万円目。ドン、ナンバーワンで思うよ。これモフモフっぽい。モフモフ、ザン。トイストーリー財布。ディズニー系が多いのかな。映画公開が近いですしね。
ということで1万円終了しました。1万円やった結果、どうなんでしょうね。まあ折り返し11回目、いけー、軽い音がしていくミニオンが出ました。ライトということで結構可愛らしいです。でも全部英語なので海外産ですね。ということでミニオンのライトでした。同じところを押してどうなんだろう。はい、ミニオン出てくるのかな。すいません、眠れました。同じとこ押して、同じとこ押したら飲まれた説。ちょっとね、問い合わせをしたいところですけれども、継続して撮影していきましょう。こんなことない。 OKOK。 いやー、こーん、かぶり。じゃあ、出ない出ないボタンのところ押してみる。出ない出ないボタン、で、あ、落ちた落ちた。あ、詰まってた詰まってた。さっきのところ2個ね、出てきましたね。ロングロングのやつ、これも秋葉に売ってるな。本当にね、数百円で売ってたかな、秋葉で。スマホフレキシブルアームホルダー、ここに来る前ね、秋葉でやろうかなと思ってたんですけど、全部売り切れだったんですよ。で、こちら1番って書いてある、もしかしたら。謎の時計、まあ、時計高いっすからね。やばいっすね。で、髪刺されちゃったな。これ満タンだね、ここやめてやめてあなたも OK。 次いきます。でかいよ。やっぱディズニー系多いんだね。マグカップ神様、夢が叶わないですね。次、ドン、出たーミニオン、ミニオン2個目さっ軽い軽い軽い、一番軽いあなたも K、 もう K はやめて、君に決めた今よ。ドン、このサイズは、時計と見ました。丸い時計、何が出る何が出る、リリリって当たったよ。本当に本当かよって、適当に言ったのにな。本当に出ましたね。アリスの時計です。ラストラスト2万円。最後、もう最後でね、やだ。例は厳しい。はい、ということでこちらはまたかぶりですね。チケットもないです。いかがだったでしょうか。20連やったんですけど、例は心の台中当たりもなければ、まあ、ディズニー系が多かったですね。最後はね、チケットをスクラッチして終わりたいと思います。で、これね、この人形さんが出ればいいんだけど、もう出ないの、これ。お、出る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 出てる出てる出てる、1個で、これ3箇所削って3個とも出れば景品ゲット。あ、残念。ここ、ここ、ここでしたね。じゃ、次1等じゃないっていうね。くんでる、くっ、どうしちゃった、終わっちゃったよ。こっちの角だった。はい、サトチン TV 終わりでございます。いかがだったでしょうか。令和に中野のブロードウェイの横の1000円自販機やったんですけれども、全然ダメでした。みんなどう思いましたか。ぜひね、感想を教えてください。令和になってより厳しくなった気がします。この動画楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、夢の自販機でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。結果ね、原価じゃない、売り値でも2万円はいかなかったですね。それでも